皆さんこんばんは。4月14日の塩チャンネルです。今日は本会議がありました。デジタル庁の審議に参議院も入りますので、これからバタバタと、私も内閣委員の一人ですので忙しくなってまいります。決算委員会もありますので、これから先ですね、2週間3週間ぐらい相当忙しくなってまいりますが、頑張りたいと思っています。この 2日ぐらいちょっと熱が39度を超えたりとかしてですね、ちょっと苦しんでお休みをいただいておりました。38度ぐらいあったのかな、最初で熱を測ったらどんどん上がってきて、これはまずいなと思って、で確かに息苦しかったりとかして、何年か前に肺炎になったことがあってですね、その時の感覚に似て、もともと気管支炎なので、こう息がゼーゼーしてきてですね、これはまずいと思って、でそうすると熱がどんどん上がって39度7分まで上がってですね、人生初ですね、そこまで上がったのは。もう何回測り直しても9度4分とか9度1分とか、もう最初壊れたのかなと思って、体温計が、そうでもなかったんですね、正しかったんですよね。で翌日、病院に行って、検査を受けました。コロナだったらいけませんから、そうしたところ、また翌日に検査結果が出て、コロナでも、ありませんでしたし、インフルエンザでもありませんでした。菌とかそのウイルスとかではなかったので安心をしました。やっぱりいろいろ疲れてたんだろうとも思いますし、気圧の関係とかもあって、で、今ちょっと不妊治療とかしてホルモンとかいろいろいじったりとかしてますよね。いろんなことが一気に重なってバーッと熱が上がったんだと思います。本当にもいろんなことがやっぱりストレスになってきます。ツイッター見ていただいている方はやっぱりわかると思うんですが、同じ状況の方たち、本当に体調不良と戦うっていうのと同時に周囲の理解と戦ってるんですよね。本当に金銭的な負担、なんとか保険適用とか補助が拡大されたので、そこの負担から逃れられた部分も大きいんですが、今は周囲の理解、実は結構まだなかなかないですよね。そこと戦うことで、神経とか本当にいろんなものが消耗されていくし、私自身もなんか精神病だみたいなこと言われたりとかしましたし、ツイッターに相談してくださる方も会社とかで全然理解が得られなくて、そのもう同じですよね。その精神病扱いをされてですね、そうした面でお休みを取れと言われたと、こういうご相談も来ています。私とも結構似たりとかしていますので、どの世界であったとしても理解をしているよとか、外面は良かったとしても、全然その当事者に向かう言葉はもう全然違うってことが本当に、たくさんそのいらっしゃるんだなっていうのがよく分かりました。だからこうしたことをしっかり変えていかなきゃいけないなというふうに思っておりますし、私の周りには今上司の方も理解してくださっているので、私の周りは少しずつ進もうとしていますが、やっぱりここまで声を上げないと、自分をその捨て身でやっていかないと変えることができないっていうことはしんどいことだなというふうに思っています。自分が頑張ることによって制度が変わっていったりとか、国の方針がちょっとずつ進んでいったりとかっていうことになればですね、これだと本当になんていうんですかね、こう報われることか気持ちになりますので、しっかりやっていきたいなというふうに思っています。本当に体力も使うし、気力も使うし、精神的にしんどくなってきますが、なんとかこの問題一歩一歩前に進めていきたいなと思っているところです。皆さんも季節の変わり目です。私も39度7分っていう本当かつてない、熱を出してですね、本当に体のことをちゃんと考えなきゃいけないなというふうに思いました。目が覚めないかもしれないと思いましたね、このまま寝たら。だけど結局ものすごく汗が出てですね、シャツを7枚変えたんで全然寝れなかったですし、嘔吐もすごくあったので、頭痛い、気持ち悪い、汗はかく、でシャツを変えてすっきりしてまた横になったとしても、頭もすごく汗をかいていて、もう枕についた頭が冷たくて逆に今度寝れないみたいな感じになったりとかして、大変な2日間でした。あと3日4日は休んだ方がいいっていうふうにお医者さんには言われているんですが、本会議委員会あったりしますので、別に何の菌とかウイルスを持ってるわけでもありませんから、あとは気力でなんとかなると思っておりますので、なんとか今週乗り越えていきたいというふうに思っています。ちょっと頭痛もひどかったりとかしてですね、やっぱ気圧なんですかね、本当に今体が非常に弱くなってるんだと思います。頭痛薬切れたので医務室に行ってもらってきたりとかして、本当にいろんな方に助けていただきながら今仕事ができていると思います。
本当に国会議員初の不妊治療退職とかならないように本当に皆さんに支えてもらいながら頑張っています。それではまた明日。